スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、桜井弘明の人話。はい、それでは第23回桜井弘明の人話、先月に続いてですね、水谷さんのオフィスに伺って進めています。はい、紹介を。はい、では今回のゲストをご紹介したいと思います。前回に引き続き株式会社ジャム代表取締役社長水谷武彦さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか前回からだいぶ寒くなりましたね。ですね、さすがに、はい、違うでしょ、当たり前でしょ。1月から2月だから、もうすごい激寒ですよ。激寒ですね。すごい寒くなってますね。これ夕方上がったから寒くなったわけじゃないですよ。いや違います、やっぱり1ヶ月経つと寒いなと思って、ね、変わりましたね。もうちょっとで春ですね。そうですね、はい、ということで菅野さん、はい、前回は就活についてね、水谷さんにいろいろお話を伺ってみましょう。大反響でしたね、はい、でしたけども、今日は水谷さん、まあ、私の本業でもあるいわゆる組織の変革であるとか、まあ、そういったところ、まあ、一番会社の中でも経営の中で一番大事なところ、この部分についていろいろお話を伺いたいと思うんですけども、まずは水谷さんの会社の JAM の方である行われているサービスというか事業のドメイン、はい、このあたりもう一回教えていただけますでしょうか。まあ、対象があのベンチャー企業さんというところが一番多いんですけど、うん、あの管理職の強化ということであるとか、うん、まあ、ルール人事制度の構築、うん、運用とか、あとはビジョンとか理念を作るところのお手伝い、浸透するところのお手伝いとかいう、このあたりがですね、また採用の支援というところですか、うん、はい、もう採用のところ以外はまるっきりうちと同じっていう、もうよくね、ほんとコンペで重なってもういつももう負けて悔しがってるんですけど、桜井おらーってなってますから僕はコンペは受けない。かっこいい。前回見ましたね。で、あれですよね、クライアントはベンチャー企業に主にそうですね、はい、形でやってらっしゃるんですよね、はい、そのあたりがちょっとね、うん、あの事業の領域というか対象のところがちょっと違うので、うん、なるほど。私はあの中小企業、うん、中小企業の方、うん、ベンチャー企業の方二人合わせてまあいいや、はい、ということで、はい、あのその部分でいくと非常にやっぱりあの難しい部分があると思うんですよ。オーナーシップもあるでしょうし、そこで働いてる中間のやっぱり管理職の皆さんもいるでしょうし、それから新卒を中心としたプロパーの方もどんどん入ってくるんで、いろんな組織がこうあるわけですし、うん、ベンチャーとはお相手にされているとなると、そういった意味でやっぱりこう理念とかビジョンがまだできてないところもあったりするんです、うん、そのあたりどうやってこうコンサルティングというかされて進めてらっしゃるんですか。あんまり言えない部分は、いやいや全然言えるんですけど、うん、そのやっぱりその組織が大きくなっていくじゃないですか、うん、社員数が大きくなっていくじゃないですか、うん、はい、っていった時にやっぱりその大きくなればなった段なった状態での問題が出てくるわけですよね。そうですね。そうなので基本的にそのなんていうのかな、うん、その段階になる前に早めにちゃんと解決しておきましょう、うんうん、例えば、うん、なんかこう事業がうまくいかないぞとか、うん、事業の方でもあんまりあれしないんですよ、コンサルティングしないしないですね。あのだから事業がうまくいかないとでも組織も大きくならないから、うん、基本的にはまあ事業がうまくいってるケースが多いですよね、うん、なるほど、はい、そこはこう伸びています、うん、だけども人の部分がうまくいきません、うん、人間関係とかモチベーションとかが下がってますみたいな、そういうところをどういうこうなんていうんですか、リソースで、うん、あの手当てしてあげるんですか。なんかサーベイで分析してあげたりとかするんですか、やっぱり。いろんな問題が当然起きるんですけど、一番やっぱりここを解決するといろんなものが解決するよっていうのが管理職だって言ってるんですよ、ベンチャーの場合は、うん、その社長とか経営陣が見切れる人数を、まあ、超えて、うん、であの組織の階層ができるじゃないですか、はい、でやっぱその階層にいる人たちがしっかりすればまだまだ全然いける、うん、極端な話、理念ビジョンがなくたっていけるかもしれない、なるほど、うん、人事制度が、まあ、ないっていうのはよくないですけど、人事制度もまあないものでもいけるかもしれないと、うん、だけどその理念ビジョンがしっかりしてる、人事制度もしっかりしてる、うん、だけど、まあ、管理職がグダグダだとうまくいかないんですよ、うん、だから管理職をしっかり、うん、育てましょうと、うん、でその育てましょうといった時に、うん、会社の考え方を理解しているかみたいなことも大事ですし、うん、また人をマネジメントするっていうことにおける、
まあ、最低限の知識持ってるってことも大事ですし、あとはなんかやっぱりその自分でジャッジする責任感というか覚悟みたいなものですよね。やっぱりその管理職だからある一定の問題とか課題に対しては判断しなきゃいけないんですけど、それをやっぱりこう引き受ける勇気、覚悟があるとかいうようなことをちゃんと教えなきゃいけないっていうふうにしてやってますね。今いくつか出たんですけども、例えばそもそもですよ、例えばベンチャー企業で管理職になる方っていうと、その管理職の選抜の仕方からちょっと間違えてる場合があったりするケースもあるんじゃないかなと、まあ、そうじゃないケースがある、ね、多いことは願いたいんですけども、ただやっぱりこう営業力があるから管理職になっちゃったとか、一番長いからなっちゃったとか、あの人はフル株だからみたいなで登用されたりするケースもあると思うんですよね。それが果たしてじゃあ名プレイヤー名監督かというと、そうじゃないケースもあるじゃないですか。そこの部分があまりにも多い組織ってもうまずいですか、それともそれでもなんとかジャムみたいなところにお願いすれば、そういう人たちでもこう変えていけることができるんですか、どうなんですか。限界まずその名プレイヤー、名監督にあらずに関しては、それでいいと思ってるんですよ。あ、なるほど。まずその管理職に挙げるときに、名プレイヤーでさえなかった人たちを挙げて下が納得するわけはないですよね。まあ、そうですね。はい、だから名プレイヤーを挙げなさい、管理職にしなさい、名プレイヤーが名監督になれるように支援しましょうっていう考え方ですよね。そうです。はい、で、桜井さんが先ほどおっしゃった中で言うと、あの人はフル株だからとか、いう要素っていうのはその名プレイヤーとはまた違う世界じゃないですか。そこはまあやめた方がいいですよっていうふうに思いますよね。じゃあそういったところの登用の、まあ、ルールであるとか人事制度がある程度できていれば、彼らのやっぱり意識であるとか行動であるとかマネジメントとしてのこうなんだろう技みたいな文房具みたいなのちゃんと携えれば、まあ、あとはそのジャッジする覚悟があれば、なんとかこううまく回すことはできるということですね。まあでも例えば10人その課長、ね、がいた時に10人が全員素晴らしい課長であるってことはないですよね。素晴らしい課長もいれば、結構いいなって課長もいれば、普通だなっていう課長もいる。その素晴らしいと普通とあれとどういう感じで、何が違うんですか。まあ、やっぱりそのメンバーね、部下のこう気持ちを束ねる能力が違うとか、あとそもそもプレイングの能力の違いもあると思うし、いろんな要素ですけど、まあ、やっぱりその能力ですよね。なるほど。やっぱそのセンスの能力、センスってとこまで言うとちょっと我々コンサルとしては失格な、なっちゃいそうなルール言っちゃいましたですけど、だけどそのいろんな要素ですよね。やっぱりあの多分マネージャーに登用するっていうことで言うと、人格と実績ですよ。やっぱ人格者でなければそこには登用しない。まず器ですよね、人として。あと実績ない人、これも登用しない方がいいと思うんですよね。で人格と実績育ってる人を登用すると、それを登用したときに、やっぱり いろんな能力の人がね、やっぱ上がるわけじゃないですか。で、やっぱその能力については差があると思うんですよね。野球のピッチャーだってダルビッシュとかマー君ぐらいのレベルの人もいれば、ね、あの日本のプロ野球界でエースのレベルの人もいれば、まあ、一軍と二軍上がったりしてね、そこはもう能力の問題なんで。で能力のより高い人がその上のステージ、上の管理職に上がっていくっていうことだと思うんですよね。なるほど。やっぱりその社長のね、あの思いを伝えるっていう、そのなんていうのかな、カタリストというか、媒介者みたいな感じの要素もベンチだと非常に大事じゃないですか。経営者として、創業者としての熱い思いみたいなものを、いかにこう、あのこれは社長が言ってたからさって言わずに、自分の言葉でちゃんと言えるってことも大事だったりするんです。そのあたりで、こう部下の人たちも、よし、この人についてと、まあ、盲目的にならないまでも、あのやっぱりこう頑張ろう、踏ん張ろうっていうのがあるわけじゃないですか。そのあたりっていうのは、こうなんかあのうまくこ こうやってやるといいんだよみたいなことを伝えられる、ロープレとかやつはどうやって育てたりするんですか。人材育成の、こう、及べる、なんていうのかな、こう影響度でいうと、影響が持ちにくい領域の能力の一つですよね。あ、持てないと思うんだけど、やっぱりそのなんかこうビジョンを設定するとか、なんていうのかな、こうゴールを立てるみたいなのっていうのが、ま
単純な目標じゃなくて壮大なものですよね、うん、っていうのって、うん、比較的生まれ持ってるね、はい、能力影響が強いと思うんですよね、うん、だからトレーニングとして大事なのは、うん、まあ、さっき前回の就活の話でもそうなんですけど、うん、そういうことが必要だよって言って向き合わせることですよ、うん、なるほど、あ、そういうことが必要だよ、うん、で全員がそれが十分なレベルでできるようになるとは思ってないんですけど、うん、向き合わせることによって、まあ、間違いなくその領域のレベルは高まるし、うん、中にはそれが素晴らしくできる人たちが生み出されてくるんですよ。なるほど。一緒にそういう意味で言うと、うん、管理職 その育成をこうお手伝いするじゃないですか、うん、10人扱って10人同じように成長させようと思ってないです、うん、できると思ってないです、うん、なるほどね、はい、その中で飛躍的に伸びる子もいるだろうし、うん、ちょっとそんなでもなかったなっていう子が出ちゃうのはしょうがないと思ってて、うん、それが個人 そのポテンシャルにも影響するもの、うん、なるほど、経営者の人たちがやっぱり幹部の人たちに対して その接し方によっても彼らの育ち方変わるじゃないですか、うん、はい、そのあたりは経営者に対してこうなんか一つアドバイスするとしたらこういうことするとより伸びるんじゃないですかっていうのはありますか、一人一人がってことですか、うん、経営者10人いるとしたらやっぱ彼らは経営者としては10人伸びてほしいと思ってるわけじゃないですか、うん、で彼らに対して何かこう経営者ができること、うん、外部のコンサルとかトレーニングを使わずに、うん、経営者でもこういうことできるじゃないですかみたいなことがちょっとでも何かあるとしたらあとかあります、ね、朝礼で訓話を言うだけではないとか何かこうアドバイス、日報を書かせるとか違うか、テストをやると違いますよね、違うことばっかり言ってるんですけど、まあ、その経営者自身、うん、あなた自身が大切にしていることを明確にしてあげたいと思いますね、うん、その価値観の考え方、そうです、100社あったらある事象があった時に100通りの判断があっていいわけじゃないですか、100社あったとしたら、だけど同じ会社の中であれば一つの事象に対して社長が判断しても部長が判断しても課長が判断しても同じ判断が出せる方がいいわけですよね、うん、って言った時にやっぱりこの会社の社長は何を大事にしていて、こういうことを嫌うとか、うん、こういうことを必ず譲らないとか、うん、そういうのは分かった方がいいわけですよ。なるほど、うん、でよくその下の部下が、なんだろうな、こう判断がいつもブレてみたいな話をする社長いるじゃないですか。うん、大体本人もブレてますよね。あなたがブレるからブレるでしょっていう、うんうん。なるほど。やっぱりその部分ですね。そうですね。うん、お知らせを挟んで、そうですね、はい、お知らせの後はね、やっぱ聞きたいのはそのビジョンとか理念、うん、どうやって作ってるのか、うん、ちょっと触りだけでも聞きたいなと、楽しみにしていただきたいと思います、はい、マイクロナノバブルのシャワーヘッドは節水効果だけでなく洗浄、温浴、保湿作用があり全身で感じる美顔器とさえ言われています。私たちは真鍮加工をベースに培った特許技術で世界に通じる、そんなシャワーヘッドを生み出しました。医療、農業、水産、美容、食品加工、その他あらゆる分野でその技が光ります。田中金属製作所、桜井弘明のひとひと話。会社ジャム代表取締役水谷武彦さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。ということですけども、先ほど予告したようにその理念とかビジョン、このベンチャー企業でなかなかね作るのは難しいと思うんですけど、どうやって作ってるんですか？インタビューとかするんですか？それともなんかこうあなたの会社は何色だと思いますかとかってこうやっぱり科学的にやってるんですか？どんなの？さっきその事業内容の時ところで理念ビジョンを作るお手伝いっていうふうに言ったんで、まあ、そういう質問もなんかしていただいてると思うんですけど、はい、結果的にそこはやっぱあんま手伝ってないですね。あ、そうなんですか。うん、浸透、理解とか浸透のところなんですけど、作るっていうところは今考えたんですけど、手伝ってないですね。要はあるすでに、はい、経営者が持っている。そうですね、特にベンチャー企業の場合、そのなぜこの世の中に存在してるかっていうのって結構問われるじゃないですか、はい、だから、各経営者基本的には持ってますね、なるほど。なぜ何のために自分の会社が存在するのかとか、何で貢献して、やっていくのかと
ビジネスモデルはこれで社会に貢献するみたいなのがきちっとあって、うん、やっぱりこう会社の設立出資書みたいなのがちゃんとあって、うん、そこまでしっかりしてるからね、うん、なんか置いといたとしてもやっぱり概念としてはあるとか、うん、文言としては社内で共有されてるとかっていう感じで、うん、存在してますねやっぱり、うんうん、ってことはじゃあその浸透の手伝いっていうところでいくと浸透してないケースが結構世の中には多いってことですか。これやっぱり末端って言ったら失礼ですけどもね、まあ現場ですよね、うん、浸透っていう意味で言うと、やっぱそのちょっと難しいところがあって、やっぱりそのビジョンとかあの理念とか今話してるものって未来のすごい良い状態のものを表すじゃないですか、はい、こういう、まあ、要は理想、はい、で理想と現実のギャップって当然あるわけですよね、はい、で現場が努力をすることによってその理想に近づいていくってことなんですけど、やっぱり距離があるんですよ。で距離がある時にその階段をイメージできる人は階段を上り続けられるんですけど、その階段が途中で途切れてるっていう人は階段を上る努力ができなくなっちゃうじゃないですか。だからそこはある程度自分たちの仕事をこうやってうまくやることによって、こうやって自分たちの仕事が進化することによってビジョンの実現につながるんだよってことは説明してあげなきゃいけない。なるほど、うん、その説明をするときに、それは社長が朝礼でね自分の言葉で10分間喋ればいいのか、それともその会社のビジョンを考えるようなある意味研修みたいな、ね、ものを1日やって自分たちもいろいろ考えてもらうことがいいのか、うんね、でそのやり方はいろいろあると思うんですけど、うん、なかなか社長が10分喋ってよし分かったってならないじゃないですか。そうそこを丁寧にやるっていうところで言うと、うんうんまあ、言葉で言うとビジョンセッションみたいな言葉になりますけど、うん、そういうものを丁寧にやるっていうのは一個必要なことですよね。ビジョンセッション、うん、っていうのはそれはどれぐらいの頻度で、まあ、会社によると思うんですよね、うん、だけど、まあ、ベンチャーでそれなりの組織規模、いわゆる そんな大きくない組織規模だったら、うん、ビジョンについて深く考える機会が3ヶ月とか1回ぐらいはあってもいいと思います、うん、結構ありますね、結構ありますね、ちゃんとやる。それがその別に毎回1日じゃなくていいですよ、うん、別に1時間とか2時間でいいと思うんですけど、うんうん、だ先ほどあんまり大きくならない前に手を打った方がいいとおっしゃったんですけど、うんはい、それってやっぱり会社の規模、人数ですか、うん、まあほぼ人数に比例してきますね、やっぱりね。なるほど、うん、何人ぐらいまでの間にやっといた方がいいっていうのあるんですか、うん、あの人間と一緒で、で3歳ぐらいまでに端化をやってみたいな、はいはい、で、なんかその後何歳までいいっていう、そんな感じじゃないですか、はい、だから組織も50人ぐらいまでにはこういうことが必要、うん、100人ぐらいまでにはこういうことが必要って分かれますよね、はい、で、50人ぐらいまでの間に、うん、まず僕がやっといた方がいいかなと思うことについては、うん、なんていうの会社の判断基準とか価値観とかのある程度の明文化と共有っていうことですよね。100人みたいなところまでいくと、はい、ある程度のルール化、人事制度とか、うん、で一応段階に応じてますよね、うんうん、そうですよね。最初ね何人かで始めたところが結構大きくなっていくわけなんで、うん、そうですね、うん、結構厳しいところありますよね、うんうん、なるほど、まあ、非常にやっぱり僕が、ね、普段やってる中小企業とはまた違う考え方っていうあって、これまたぜひね、ちょっとさらになんかテーマグッと絞って、そこだけでもね、この中小企業とベンチャーの違いみたいなね、ですね、結構あるかもしれない、ありますよね。でそれぞれの経営者の方お呼びしてパネルディスカッションでもいいかもしれないし、ぜひ第2弾3弾ね、お期待いただければと思います、はい、ということで、はい、もう終わりですか。物足りない物足りないぜひまた来ていただきたい。あ今度はねまた来ていただくあそうですね、はい、ぜひお伺いするでもいいですが、はい、ぜひまたお話を伺わせていただきたいと思います、はい、今回のゲストは株式会社ジャム代表取締役水谷武彦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんです。お客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び。桜井弘明のひとひと話。この部屋
はい、ということで皆さん毎回お楽しみのリツコの部屋でございます。リツコさん今日もよろしくお願いします。よろしくね。今日もまた艶やかな感じですけども、今日も顔出し NG ですか？もちろんよ。何でも言わせないよ、同じことは。はい、次行って。どうしますか？ではですね、リツコさん今日も早速全国からのお便り読まさせていただきたいと思います。こんにちは、リツコさん、私は長野県ですね、長野県で靴の販売会社で、をしている36歳のものでございます。相談は顧客満足度についてです。我が社では顧客満足度の向上を今社長が、大号令のもと進めております。顧客満足度を上げろ上げろと言われて、接客マナーの研修などもやっておりますが、なんでそんなことをやってるか一向に意味が分かりません。マナーとかやっても顧客満足度は上がらないんじゃないかというふうに思ってます。リツコさんならどんな顧客満足度の提案を我が社にしてくれるでしょうか、という難しい質問ですけど。あ、難しいかしら。いや、顧客満足度ですよ、お客様の期待に対してそれをこう上回るようなことをしていかないと満足度って上がっていかないんですもん ね。 そうね。長野県で靴の販売会社ってことは、ね、やっぱりこういうお客さんが来るかもちょっと分からないですけど、リツコさんどうでしょう。CS っていうとね、マナーとかね、お辞儀の角度とかね、はい、そういうことばっかり注目されるわよね。CS っていうと確かにそうですね、うん、お辞儀の角度45度だったとしたとかね。そうお辞儀がね、バッチリ45度でもそれって何なのかしら。自己満足の世界よね。ああ確かに、まあ、全国のね、あのそのマナーの講師をされている方すいません、私は代わりに謝ります。それも大事です、大事ですけど、その後なんですね。ね、お客様45度なんて望んでないってね。また言っちゃうけれども繰り返しますね、すいません、45度大事です。刺されるかしら。私大丈夫です、大丈夫です。さくちゃんどう思う、この、 あの45度だけでいいと思ってる。いや、45度に意味はないです。で、なんで僕に言わせるんですか。やっぱりお辞儀とか礼はどういう意味があるのかってことが大事だったりしますし、お客さんが求めてるのはそれ礼儀とかじゃなくて、本当に心の底からいらっしゃってくださってありがとうございますとか、何を求めてるんだろうって興味とか、どういう、ね、シチュエーションで今回の形成が靴を、ね、お求めなのかなっていうような興味関心とか、そういうところがやっぱり期待かなと。もちろん、うん、で、まあ、顧客満足度上げようっていう会社は、はい、大体お客様に対するそういったマナーとか、うん、こうまあ、いろんな対応のことについてはやってると思うので、ね、最低限 そう、それでも多分上がらない。はい、上がらない。なんでだと思う。型に頼ってるってことだと思いますし、うん、なんで俺が答えなきゃいけないのかなっていうのは思うんです。やっぱりそういうね、あの例とか型じゃないんだと思うんです、うん、やっぱりその裏側というか、うん、あの例えばそういう靴の販売してる会社であればバックヤードと言われる事務室の中のね、うん、みんなに対しての、 あの感謝の気持ちがどうなってるのかとか、書類を出すときにありがとうねってこう言うとかね、なんか 36.5 あるよここにとかね、ありがとう今度お返しするよみたいな、突っ込んだやついつまでやってるのってそういうね、なんかね、裏のなんかあのお互い人間関係とかチームワークとかそういうのがあって初めてお客さんにこうにじみ出るような、まあ大体 ね、顧客満足度うるさいお客様っていうのはそういうところを見てる、見えちゃうのよ。確かに見えちゃうの。確かにそうだ。この人私の前では笑顔だけど、あそこの受付の女の子にはすっごいひどい顔とか、あ、分かる、もうなんか睨んでるとか、そういうのって全部見えちゃうの。売りたいだけでしょ。確かに。そうじゃなくて、人としてどうなの、この会社としてどうなのっていうところを見られてるってことなのよ。じゃあ社長呼んでこいってことになっちゃうじゃないですか。だから社長が怒鳴り散らしてて、いい会社なんてないでしょ。まあそうですね、うん、我が社も、そしてこちらをお借りしている株式会社ジャムさんも素晴らしい笑顔に満ち溢れてる。水谷さんおっしゃってたじゃない、はい、このオフィスすごく素晴らしいけれども、うん、やはりその社員が働く環境、うん、ここまで考えられてたら会社のために頑張ろうって思うわよね。なるほど、ルール来ちゃう。確かにそうだ。だって顧客満足度低い会社行ってごらんなさい、段ボールが積み上がってたりとか、うん、ここは廃墟みたいなところで仕事してる人たち。あ、でも表面は綺麗だったりするんですよね、裏がね。裏が、そう、自分たちのね、うん、オフィスね、うん、あと、お互いの言葉遣い、あ、もうひどいわ。確かに家族よりも一緒にいる時間が長いのよ、職場って。そうですね。
そこを気持ちよく会話ができて、気持ちよくいろんなね、お客様のことなんかを考えられるような環境になってないと。なるほど。全部お客様見えてるから。見えました今日、律子さん。僕先にキーワード言っちゃいます。どうぞ。 CS の前に ES だ。どうですか？よく言うのよね。うちはね、ES が鳴ってないから CS に向けないんですって。言い訳。バカじゃない。儲かってる会社はね、ES できるようになってくるのよ。なるほど。え、分かった。じゃあ CS の前に儲けろ。でも全部つながってるの。だから連鎖ですか。そう、 CS できてなかったらそれは儲からないもん。確かにそう。お客様来ないもん。そうですよね。そう。でも ES を理由に CS やってない人、うん、大体共通するのが、会社がこうやってくれないからできないっていう。稼ぎ。そうだ。稼ぎというのは皆さん分かりますか。単に他人に責任を、ね、返すっていう、ね、自責の反対の言葉です。稼ぎね。本当に、まああると思うわよ。人事評価とかいろんなものが、制度とかが整ってなくってひどい会社ってあると思うけれども、でも大体そういうところで業績悪かったりして変えることもできなかったりすると思うのね。でまず皆さん、働いてる皆さんができる ES というのは、お互い働いてるメンバーを大事にするってことじゃない。そっから始まる。そう。でそこからいい連鎖を生んで顧客満足度が上がっていけば、お客様が増えてくる。そうすれば会社が潤ってきて、ね、自分たちにも還元があるっていうところを見ていかない。なるほど。もちろんそんなことをね、ちゃんと見てくれないような社長であれば辞めてしまえばいいのよ。そんな辞めておしまいですか。自分だけ潤うようなね、会社を辞めてしまえばいいのよ。確かにそうですね。もうカメラをくるっとこっちに向けたいのはもう本当に感じなんですけど、皆さんね、ぜひいつこの部屋どしどしお便りいただきたいと思います。そしてお便りがまたたまればですね、いつこの部屋特集できますし、あのこの間も去年ありましたけど、去年からありましたけど、いつこの部屋を我が社に来てやってくれっていうね、オーダーありました、ね、そういったお便りもね、お邪魔し、あのお待ちしておりますので、よろしくお願いします。 info@strate.jp お待ちしております。それではリスコさん